ペキです。アンです。ペキテアンデコロです。ようこそおいでませ。襟についてお話ししていきたいと思います。へい。コスプレの衣装ってその辺に売ってるのを組み合わせていけるやつもあるじゃないですか。私服っぽい服なのに襟だけなんか特殊だなみたいなのとか、衣装を作ってる時にこの襟なんていう名前なんだろうってなったの何回か私は。だからそれをみんなに共有したい。みんな衣装買いやすくなりますから。そう、もう検索したら一発で出てくるんで、はい、スタート。ではまずお勉強の時間です。小雪先生に来ていただきました。はい、今日の授業は襟についてです。さっき言ったわ。最高層。襟って検索すると出てこないんですよ。カラーって言います。ここまでは大丈夫。あ、なんか制服のカラーとか言うもんね。そうそうそう、なんとかカラーシャツって入れるとシャツのシャツが出てきます。今からそのなんとかの部分を、なんとかの部分をその種類について喋ります。はい、じゃまずこちらね、3種類レギュラーカラーシャツのことです。制服とかスーツとかによく着るワイシャツがこれですね。チャイナカラーシャツ、これみんなよく調べるでしょう。ボタンがついてるここまでをチャイナカラーっていうことがほとんどかな。スタンドカラー、首元が筒みたいになってて縦にね守ってくれてる襟です。ウイングカラーシャツ、蝶ネクタイをつけるときに襟ピッってなってるやつ。ここ三角のやつ。これは覚えとくといいです。調べても一覧で出てこない。これ全然。あ、そうなんだ、うん、フラットカラーですね。まあ、これ普通の丸襟ですね。いや、みんな覚えましたか？覚えました。復習しますよ。復習するんか。レギュラーカラー、チャイナカラー、はい、スタンドカラー、ウィングカラー、フラットカラーで、じゃあ実際に見てみましょう。お、私もこれレギュラーカラーなんじゃない？まあ、そうです、ね、そうです。これに買うのに困ることはないでしょうね。うん、これはどこにでも売っている。新選組のさ、衣装がスタンドカラーなんですよ、ね、彼ら。襟をね、内側に折り込んじゃったらスタンドカラーになるんだよ。確かに。ほら。天才じゃん。だから、これでもいいですよ。こういう風に内側に折り込んでも普通のシャツで代用は効きますよって。すごい。チャイナカラー、チャイナ服の上のところって感じ。全部紐で留めるようになってるの、チャイナカラーって。首元がちょっと開いてることが多いかな。これフラット、ちょっと丸いくてまっすぐなやつ。このちっちゃいのがついてるのがウイングカラーシャツです。結婚式の衣装で使いましたよとか、そういう人がメルカリにめっちゃ出してたりとかして。制服とかだとシャツだけないパターンあるよね。ブレザーとかだけでシャツないよみたいなパターン多いんで、イオンとか大型のショッピングモールのさ、あの婦人服とか紳士服のコーナーあるじゃん、うん、ああいうところに行って一番安いシャツを買うっていうのを私はよくやります。でもそれでもやっぱ1000円ぐらいはしちゃうけどね、うん、何百円台ってなると、そう、メルカリだね。使用済み気にならないんだったらメルカリが一番安いっちゃ安いですね。カラーバリエーションとか形とかのやつはやっぱコスプレ向きに用意してくれてるから、コスプレショップが一番楽ではあるんですけど、まあ、こういう調べ方を知っておけばね、うん、より安いものを見つけやすくなる。確かに。みんなわかったかな？わかったかな？急に？そうだ、授業だったもんね。そうだよ、はい、そう、ワクワク襟授業。襟授業。シャツはアイロンかけるかけないで結構見栄えが違うので、必ず使用前にはアイロンをかけましょう。そう、めっちゃ大事なこと言った。それマジで大事。、うん、意外と気になるのよ、写真とかでね、うん、見ると。こういうのね、綺麗なだけでね、すんごいクオリティ高く見えるから、アイロンはしっかり前日にかけましょう。はい、バイバーイ。バイバーイ。以上、クリティアンドコロでした。チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。新選組なんかここ、あの、あれ、なんだっけ、スナフキンじゃなくて、なんだっけ、包帯みたいな、あ、まあ、スカーフ、スカーフ、スカーフ、ナフキン、食事するんか。